フリーマップを利用して軽く育成。ガラはワノ国で開発された高速戦闘機オーラバトラーとウィングキャリバーの特性を持つ高い機動性と強力な火力を有し、絶大な戦闘能力を誇る。調子に乗って少し荒れすぎた様子。この章に登場したトルストールの生死により戦闘の条件が変わるマップ。トルストールが生存の場合、ビアレスに登場した Z との戦闘に、トルストールが死亡の場合、デブリーに登場した Z と聖殿とアンツとの戦闘になり、勝利条件が厳しくなる。今回はヴィアレスとタンディの混成部隊との戦闘。前線を作り、射撃が得意な機体を側面に展開、オーラバリアを避けて狙い撃つ。
ウランガラン、ナノ国が建造した超巨大空中戦艦、その姿は宙に浮く城そのもので、見る者に感銘を与えるが、様式美を追求したために高くそびえるブリッジが狙われやすい。火力と積載能力はそれなりに充実している。チャーリー・カミングス、国際商社 IBN のインド支社社員、所長の命令でレーダーや通信装置の操作を教えるため、ラウノ国の巨大戦艦ゴラオンに乗り込む。ハイパー、激しい憎しみや怒り、増長などのマイナス感情によって際限なく増大した悪しきオーラ力がオーバーロードし、オーラマシンの外形をトレースして巨大化して見える現象のこと。ハイパー化したパイロットは桁外れに強大なオーラ力を手にできるが、遠くない未来にほぼ間違いなく自滅してしまう。
占領されたパリを解放する作戦はどれを選んでも戦闘になるのだが、パリの炎上を避ける展開にするとイムルが仲間になる可能性が生まれる。ショーに任せた場合炎上は避けられない。超航空からの奇襲の場合、制限ターン付きの戦闘になり勝利することで炎上を避けられる。おびき寄せる場合、普通の戦闘になる上に炎上も避けられる。110ターンの制限が課せられる。パリ上空での戦い。黒騎士以外に名のある戦士は参加していないので、ガラバの撃破を優先して集中攻撃していく。
ゲアガリング、クノ国が開発した超巨大空中戦艦、巨大戦艦の中では最大級のものである。内部は格納庫がその大半を占めており、火力も他の巨大戦艦と比べて低くなっており、空中母艦としての思想が強い。7章でシーラ様との合流を急ぎ、ビショット軍との戦闘を避けたことによりリムルが仲間になる可能性が生まれる。この戦闘に勝利することで仲間にできる。制限と案内をクリアすることでリムルの救出が成功するマップ。黒騎士と Z が主力な敵の戦力ガラバに乗り突出してくるところを狙い撃つ。なのだが、エンディング分岐条件の一つリムルの救出をあえてスルーすることでノーマルエンディングを目指すことにする。カワッセブー、ナノ国の武人にして、グランバランの艦長、シーラ様への忠義心が、人一倍熱い誠実な騎士で、危険なブリッジでは、いつもシーラ様の安全を、第一に考えている。
どれを選んでも戦闘は発生するが、守りを固めた場合制限ターン付きの戦闘となる。他の2つを選ぶとシーラ様が怪我をする展開になり、ノーマルエンディングへ分岐となる。欧州での攻防が続く。